どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。某国の画期的な判決に世界が仰天。ニュースの内容はイラッとくるけど、コメントはあの連中じゃないからよかったのぜ。ニュース的には結構知ってる人は多いとは思うけど、世界の全員が彼らの正体を知ってくれるといいんだけどな。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなー。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去4回バンされていますので、今後もサブチャンネルを使う可能性は高いと思います。また、YouTube はうさんくささが日増しに増大しているので、さらなるサブチャンネルとしてランブルという別のプラットフォームにも過去動画を上げていっています。こちらもこの動画の説明欄にリンクがありますので、お試しいただけるとありがたいです。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう。2021年1月から、海外からの入国制限をまた厳しくするような話だったのが、なぜかやらないことになったみたいよ。らしいな。全く理解できないな。日本国民党の鈴木信之さんが、菅総理に申し入れと貸してくれたみたいよ。日本国民党の鈴木さんって、某大陸国からの観光客の増加と日本での性病患者増加の関連性を訴えた人だな。随分前に雑談で出てきたよな。そうね。ご本人は党の代表で葛飾区議会議員らしいんだけど、区のことだけでなく、いろいろ精力的に幅広く活動されてるみたいね。立派な人がいるもんだな。政策的に中間に厳しい感じなのよね。霊夢が好きそう。こういう人がどんどん有名になって、発言力とか実行力が持てるといいんだけどね。麻薬の政策の連中ばかりがメディアでチヤホヤされてるのが現状だよな。まあもう少ししたらメディアのあり方が変わってくると思うわ。アメリカ初でね、沼の水を抜く前から大手メディアのほとんどが敵だって分かってたし、2021年1月に入ってからのソーシャルメディアはもう悪気のようだったしな。許してもらえないだろうな。2021年1月20日が楽しみだわ。続きはニコニコ動画でね。